全国制覇を掲げてます。インターハイとかもう2校しかないんで、結構出れたりとか、出ることはそんなに難しいことじゃないんで、出るのが目標なんじゃなくて勝つことが目標。学校の部活動紹介があって、そこで先輩方が売ってるのを見てかっこいいなと思って入部したのがきっかけです。カニエミキさんですね。フォームもすごい綺麗だし、あとはまあメダルも取ってるのですごいなと思って憧れます。フォームを安定させることとか、点数を安定させることも考えながらしてます。まだまだですけど、徐々に近づければと思います。関東選抜の9位っていうのがもちろん嬉しかったんですけど、ベスト8決めの試合で負けて9位だったので、やっぱ嬉しかったよりかは悔しかったが大きかったです。小林くみさんです。まあ試合前はダメかもとか言いつつ、試合では入れてくれるときは入れてくれるので頼りにしてます。今までで一番いい成績を残したいので、点数も上げてフォームも安定して、あとはメンタル面も強くしていきたいなと思います。始めた当初は結構ネガティブな面もあって、そのネガティブさが試合の競技成績につながるというところについて、普段から、マイナスワードは口にしないとか、そういうルールを決めて、部活の選手の方に、試合の方にもこういう気持ちで取り組んでいます。インターハイで決勝トーナメントに進出、これを目標に頑張りたいと思います。世界を目指してもらえるような、それがまあ高校じゃなくてもいいので、社会人になってもずっと続けることで、そういう目標を楽しみながら達成してもらえたらと思います。